来週の日曜日まで食べられなくなる感じですけど、明日から減量なので、はい、今日はあともう2食ですか、あとお昼と、まあ、そうかな、はい、今日は和食佐藤さんへお邪魔しまして、注文決まりましたでしょうか。減量始まってないんで別に何か食べたいとかないですか。ああ、これあのよくご利用になられる。いや、来ないです。はい、来ないです。来ない、来ない、うん、じゃああんまりここへ来たらこれっていうのは決まってないんですか。全然、全然ないです。注文が決まりましたが、タッチパネルでお願いします。天丼セット。セットじゃなくていいの？これだけ天丼。オッケー。伊藤さんは。あ、同じの2つ。いいですか。はい。今いるところがたまたま、17歳でジムデビューをした。そのマンションの下、そのマンションのなんか奥に別の建物がありましたけど、それじゃないんです。あの下が市のスポーツセンターです。これなな場所は何ていうところですか。宮島ってところ。名古屋の西区。西区の宮島。宮島スポーツセンター。ビワジム。ビワジム。そうですよ。今でもそのジムはここにあるんですね。あります、あります。うん、市が運営して、ひょっとしたらリニューアルされてるかもしれない。うん、あ、でも多分中のマシンとかはね、ガラッと変わってると思いますか。うん、まあ、でも、そのジム自体の場所とか、うん、そんな変わってないと思いますね。これ、何でしたっけ。鶏玉天、はい、卵と鶏、要するに親子の天ぷらってことですか。あ、そういうことですか。あで、はい、好きなタレをじゃあどっかで、うわ、いただきます。天丼って僕大学生以来とか言わないでください。ね、そうです。天ぷらはよく食べるんですけど、天丼ってなんかあんま食べないですよ、ね。うん、しかもなんか珍しい鶏の天丼なんですよ、ね。珍しいですよね。鶏やっぱな、唐揚げの方がね結構ポピュラー。うん、あ、それ、あ、うわ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 。ありがとうございます。うまいっすか。すごいですね。こうやって食べるもんですよね、多分。あ、あのまま行ったらやけどしますよね。あ、本当に。Thank you.
そういうことね。そういうこと。天ぷらの何が好きって、はい、天ぷらの何が好きって言うと衣が好きなんですよ。ああ、まあ美味しくも美味しいですよ。具なしで衣だけのダミーが入ってても怒んないですよ。そうです、タヌキですね。タヌキ、あるけど、としたらタヌキ丼も食べられる。タヌキ丼ってあるんですか。あるんじゃないですか。あると天かすだけの。天かすだけめちゃめちゃ PFC バランス面白いですね。そうですね、油と、まあこれの場合鶏なんで油とカーブがけたぬき丼食べたら油とカーブ、なかなかないんじゃないですか。油とカーブだけ。そうですね、普通油って肉に入ってるじゃないですか。うん、洋菓子とか、うん、早食いですか。結構早いですよね。これ僕には勝てないですよね。減ってない。だいたい噛まない。え？もうちょっと噛んだ方がいい。そうですか。噛むのは胃がやってくれるんで。あ、それなんかありました、ね。なんか胃を強くするというか胃を。胃の消費カロリーを稼ぐ。ああ本当か。肉は塊で食べる。ご飯塊で。待ち遠しい心境になるのがまたなんか今じゃ想像がつかないですけど嬉しいですね。食べ物のこうありがたさを感じる時期ですね。鶏天丼、鶏
鶏玉天丼、美味しくいただきました。ありがとうございます。